衝撃だったんだけど、みんな青くんって本当に環境に慣れるのよくないから、こういうゴミをね、消す技を思いついた。80万のシャンパンを入れたの、さらに150万入れてほしいって述べられて、その青さんの場合はこの時間無駄って思われちゃいそうって。だとしたらそのブランディングってどうなんだろうなっていう感じだよね。はい、どうもこんにちは、すこゆきです。今回ね、高取さんと清水さんと松田さんゲストに迎えして動画を撮っていこうと思います。よろしくお願いします。台湾のお土産があるらしいので、うちの奥さんがおすすめをママ友に聞いて10軒お土産屋さん巡ってやっと見つけたパイナップルケーキ。パイナップルケーキマジで美味しいの。食べたことないです。今回松田さんが早く空港に着きなさいっていう指示をしてくれたんで、なんと15分も余裕を持って空港に着けたの。15分、すごい進歩ですね。美味しい。クッキー生地でしっとり濃厚系、食べ応えがある。佐古さんツイッターでダイエットのやってるんで、今日はこれ以外の食べるものは持ってくるのやめようと思って、うん、日持ちするナッツとか持ってきたんですけど、全部食べちゃったらダメだなっていう。さっきめっちゃ気になったのは食べ方が 2-2 で完全に分かれてて、2人は袋に入れてこうやって食べてて、僕と佐古さんは切った瞬間に手で取って食べてて、性格出るなって思いながら見てました。最近ね、青くんのスタッフとかうちのスタッフいっぱいで飲んだ。スキル獲得チャンネルのディレクターやってくれてる子とか。そしたら、衝撃だったんだけど、みんな青くんと飲んだことがないんですって言った。あります？いや、ないです。イベントしかないですね。意外とないんだなって思って。キャバクラ行くより楽しかったけどな。キャバクラ行くより身内の人と同じ時間共有するのって多分大事だと思って。青くんと飲みたいって言ってる人はいっぱいいた。でも誘えないじゃん絶対。こっちも多分誘えないじゃん。たまたま近くにいたから夏場行ったんだけど。写真見ましたけどいっぱいいましたね。よく作家さんがツイッターで飲み会に来たくない、職場で働いてるのはそもそも良くないみたいなのが、そういうのに投資されてるかなと思ったんで。少人数でホームとか一日で話すことなくして仕事を発注することがないんですよ基本的に。チャットだけのやり取りで仕事を頼むことってほぼなくて、聞いてるとくんチャットのやり取りしかしてませんみたいな感じの人も結構ディレクターポジションにしちゃうから、僕が適当な性格だからかもしれない。この性格で採用も適当だとやばいんだよ、崩壊するもん。僕はしっかりしてるから大丈夫だと思う。これ僕もやるんですよ。おしぼりあるじゃないですか。ちぎれない程度に裂いて広げて置いとくっていう。やります。おしぼり三角に畳んじゃうタイプです。じっとできないんですよね、うん、電話してる時もカチャカチャしてる。こうやつでしょ。そうです、こうやつね。こういうのをおしぼりとかで作って置いとくっていう。手を野放しにしとけない。そうそう、もったいないんだよね。電話してる時とかも近くにボールペンあったらずっとぐるぐるしてたりとか、気づいたら髪が真っ黒になってる。わかる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 。環境に慣れるのよくない。こういうゴミをね、消す技を思いついたの。カメラの前の皆さん、え、確実に入ってるな。カメラ画角でやるから、これカメラ画角でやるから。ほら消えちゃって、すごくない？こっから見てても分かんなかったんですけど。本当に？よかった。カメラ画角では絶対バレないと。後ろで見ても分かんなかったです。後ろは大丈夫かもな。清水さんの角度が一番分かんないかもしれない。ゴミをよく出す人専用の技。何の話だっけ。会った人しか仕事してない。千奈さんとかも会ってますよ。仕事発注する前は会ってないけど、ディレクションポジションとかに入れていくときは会ってますね。だってクラウドワークスですもん最初。1対1で喋ってからじゃないと上のレイヤーに置かないのはどういう理由なんですか。好きな人と仕事したいんだろうな。能力値的な判断というよりは人柄とか見てってことですか。うそう。何次の日12時間ぐらい密着してますからね。僕もその場にいたから分かるんですけど、スピード感半端なかったですもん。タコさんと清水さんちゃんと話すのは初みたいな時にバーって喋ってそのままどっか行こうみたいな風になって次の日撮影してるみたいな、うん、スピード感は大事。青くんのさ、キャバクラ動画見た？ヒカルコラボ見ました。どう思うの一般人の感覚って。あれ経営者の倫理観がバグってるので。後半見てないんですけど、後半が一番重要ですよね多分、うん、後半見てないからな。なんで見なかったの？面白くなかった？うん、後半すごかったよ。80万のシャンパンを青くん入れたの、さら150万入れてほしいって出られて、150万入れることにしたら200万がいいって出られたっていうストーリー。入れたんですか？150止まりだった。最後150止まりの男ってディスられた。恐怖映像だった。佐古さんのところだとみんなが行くっていうか、誘いやすい誘いにくいとかあると思うんですけど、青さんの場合はこの時間無駄って思われちゃいそう。佐古さんとかだったら行こうって言ってくれるし、行きましょうって言ってもいいねみたいな感じでどんどん掘ろうとしてくれるじゃないですか。でも完全なイメージではあるんですけど、青さんはお金と華やかな世界みたいなところになってるのがもう旬になっちゃってるから、この時間生産性ないとかつまらないとか刺激が足りないとかっていう印象を持たれちゃいそうだから、誘いにくいっていうのは前提としてある気がします。でも友達が欲しいんだもんな。難しいな。僕も前に
に青さんと対談動画撮り終わった後に僕がナオハムさんと仲良くしてるのを知ってるから3人でキャバクラ行こうよみたいなことを言ってはいただけるんですけど、社交辞令で言ってくれてんのかなって思っちゃうし、忙しいから絶対に申し訳ないなっていう気持ちが強くなって誘えないっていうのは確かにありますね。ベースキャバクラなんですね、一緒に飲みに行くとかじゃなくて。みんなで行った店すごい良くて、ダーツイベントだったの、知り合いの台湾一緒に行ったダーツプロで台湾で仲良くしたからシャンパン入れたのよ。そしたら会計の時に店員とコソコソやり取りしてて、何かなって聞いたらこっちに言わずに、あのグループダーツ人数多くてあんまり投げれてないからダーツ分カットしといてって言って値段を安くしてた。ありえないよ、夜の店って言ったら心あったかいよね。キャバクラ行くかこの流れで。キャバクラの楽しさって何だと思います？僕はマジで分かんないです。例えば青くんってマーケも分かってるから、こうなりたいって自分のことをブランディングさせることによって売上が上がるっていうことを理解してるはずなんですよ。ってなった時に、あのキャバクラのイメージは経営者になるとこんないいことができるんだっていう良い未来を与えるっていう行動をさせたくてやってる側面は少なからずあるはずなんだけど、僕は単純にタイプ的にキャバクラがそんな好きじゃないというか、お金払ってまでわざわざボットみたいに褒めてくれる人を横に置きたいわけじゃないよねって思っちゃうから、そういう魅力感じないの。でも青くんがもしそれをマーケ的な観点でキャバクラに行けるよっていうブランドを知ってることによってプラスだと考えてるんだったら、一般的に言うといいのかなって思うから、一般の意見ってどうなのかなっていうのちょっと気になった。僕は正直憧れないですね。散財できる余裕のかっこよさっていうのも理解はできるんですけど、憧れはそんなに。どっちかっていうと僕はそれだったら佐古さん寄りというか、チームでワイワイする方が楽しい、そっちにお金とか時間使ってもっと頑張ろうぜとか、もっと楽しいことしようぜ側なんで、単純に人間のタイプ的に憧れないってだけかもしれないですけど。ホスト行きたい？行かないですね。行ったことはある？ないです。わざわざお金を払ってチヤホヤされに行く必要がないというか、それよりも自分の行動とか人としてとか、そういうところで仲良くなって、そういう人たちと関係値が深まって楽しんでいく方が充実感を得られるタイプなので。仮に無料だったらどうですか、キャバクラが。例えば青くんにとっての100万って別にもうゼロなのよ。あってもなくても変わんないもんだから、わざわざお金を払ってまでっていう観点があったけど、青くん的には社員にも使えるしキャバクラにも使えるから、ここはお金的にはゼロだと仮定した時に、だとしたら期待？でも僕はなびかないですね。だとしたらそのブランディングってどうなんだろうなっていう感じだよね。少なくともスタッフからの見た目はあんま良くない気もしてて、飲みに行きたいよって思うよね。だって青くんに憧れて入ってるスタッフ結構いるよ。僕が青さんに憧れてる要素は生活面ってよりかはロードマップの具体性というか道筋の明瞭さ、そこに対しての憧れと尊敬っていうのはすごく大きく持ってるんですけど、華やかな私生活見せてこうなろうぜっていうのに対しての軽蔑とかはないですけど、尊敬とか憧れっていうのは持ち合わせていない。それっていわゆるマーケで機能的価値と感情的価値の機能的価値よりの尊敬なんですよ。でただマーケだったら短期的な売り上げとか価格を下げることに強制性は作れるけど、長期的な熱狂的なリピートは作れないのが機能的価値の訴求だから、でなった時にどっかタイミングで離職が増えちゃうモデルだよなってなっちゃう。いい話してるな、意外と。どう思います？でも行こうとは思わないですね。私は誰と行くかの方が結構大きくて、自分が普通に人として好きな相手と安い居酒屋とかで喋ってる方が楽しいし、別に容姿が整っていてトークも上手でっていう人と楽しい時間っていうよりは、だるぎで集まってああでもないこうでもないって言ってる方が充実感を得る。なんでお金を稼ぐの？安心感ですかね。僕は割と受講生対談とかの話になっちゃうんですけど、自己成長に付随してお金が発生してるっていうのが結構大きくて、成長欲求満たすために動いていったらお金が付随してる。もちろん稼ぎたいしもっとでかくしたいっていうのはあるんですけど、優先度がお金ってわけではない。稼いでから行った方がかっこいいかもしれないんですけど、そんな感じの価値観は持ってますね。安心感だったら2億ぐらい稼ぐと来ますよ。海外のポーカーとか行っちゃう、めっちゃ遊ぶようになるってなると、次多分かっこよさとかを求めるようになるんだよな。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりにしようと思うんですが、概要欄にね、僕の LINE マガジンのリンク貼ってあります。そこではね、資本主義攻略の裏マニュアルとスタイルマイス126枚超え、動画の数80分後の動画セミナープレゼントしますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。さらにですね、僕が売上ゼロの、その大学生から売上規模10億円の社長になるまでの企画動画漫画、こちらも4部構成で配布してるので、ぜひそちらも見てみてください。一緒に受講生対談を撮ってるんで、それもね、見てみてもらえたらなと思っております。ということで、今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。